ます。あ、三島さん来た。なんか今日、ね、かわいい、ね。今日はおしゃれしてきました。おしゃれ寝巻きです。いよいよですね。始まりますね、はい。まだ時間9時になってないけど。なってないけど。もう人はいっぱいいます。8時ですね。8時。今日はもう初日ですので、相当な人が出ると思いますね。はい、ピークは10時、11時ぐらいかな。私はちょっと式の家の方でイベントに出ないといけないので。おはようございます。おはようございます。ついに大盆栽祭りが開催されました。はい、まだ8時過ぎぐらい。そうですね、8時35分ですね、はい、9時からなんですけどね、9時からですね、もう人だかりがだいぶ売れてますフライングのお客さんが多いんですけど、はい、ちょっと見ていきましょうか、はいはい、あ、盆栽級 T シャツ、あ、盆栽級 T シャツあ、お好きなのも置かさせてもらって、そうですね、あ、ごめんなさい、私は井上さんに行きながら覚えてる、はい、これ安い、1000円安いです、3500円、いやーすごいですね、これ漫画会館の横です、ちゅうちゃんのとこの横、はい、これですね、すごいですね、これいい、これ安い、3500円ですね、あ、これもすごい、安くないですか、クラニもね、あと100番、おーすげー、すごい、これもだっていいですよ、1500円、ちっちゃいけどね、隣の子全然変わんないんですよ、あ、そうなんですか、苗が起こんなくて、細いとまんまで、へぇー、的には出てるし、そんな神様なんですよ、へぇー、国の浜松か、やっしー、これもう花がね、終わりかけちゃったら、いや、もう限界、ほら、1500円だそうです、これ1500円、安い、とか安いというか、いい木ですよね、みんないい木、まあ、プロが選んでるからそうそう、そうじゃあ後で買いに来よう、ね、まあ、あ、これでしたっけ、盆栽界のスターが、あ、どうぞ、あ、昨日いただきましたお菓子を、お菓子ありがとうございます、あ、ありがとうございました、よかったです、全部山鳥の赤松で、今回赤松メインで、結局値段はお父さん値段わかんないって言ってますでも安いじゃないですかね、古いですもんね、これがあの長寿梅、国風っていうの、そうなんです、長寿梅を産んでるの、69回だから今97、20年前、うん、ぐらい前ですね、あ、じゃあ別の方が出されたってことですね、これは私の祖父が、祖父が、おじいちゃんが、はい、山鳥の赤松はとりあえずいっぱいあるのと、この長寿梅、はい、あ、これもいいじゃないですかね、これって値段ついてないんですね、そうなんです、あの昼間さんがいらっしゃるって聞いてたので残してなかったんです、買わなきゃいけない、嘘、本当そう言われたなんか100鉢とか200鉢とかいっぱいあるとかって、そう、まだ家にまだ赤松があるんです、1回に分けて持ってこようと思って、あ、そういうことですね、はい、毎日チェックしないといけない、チェックしないといけないですね、あとは最後の心拍っていう、こっちもこっちは心拍、じゃあ今回もウクライナにこの売り上げを寄付するって聞いてるんですけど、今回はあの全部ではないんですけどあ、そうなんだ、はい、一部ウクライナに寄付をして、なんか去年に続いて、はい、あんなお高い木もありますけど、それも寄付になっちゃうのかなって、プレッシャーかけないでください、気になっちゃって学費かかるんで、学費があと最近コロナが落ち着いてきて、はい、あの日本国内じゃなくても海外でも防災の勉強したり、海外にも日本だけじゃなくてもあの勉強したいなと思ってるので、そのためのなんか資金としても今回の、あ、なるほど、うん、素晴らしい、あ、ご入学おめでとうございます、 ありがとうございます、私の学校があの赤松で有名なんですけど、大久保山っていう山で赤松が有名で、はい、去年は糸魚川心拍とかを中心に販売させていただいたんですけど、今年はあの高校入学ってことで、その赤松をもっと身近に感じてもらいたいと思って、赤松を中心に盆栽を販売しています、すごいですね、お父さんの説明が上手で、赤松といえばね、昼間さん、あ、そう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 、あ、そうなんですよ、赤松いいですよね、普及させてると思うんで、そうですよね、専門家ですもんね、でも大好きなんでね、ぜひ皆さん赤松求めて、ぜひ、ね、ちいちゃんのとこで買ってくださいと、ちい、はい、さんですね、おはようございます、おはようございます、もう賑やかな、賑やかな、はい、あっちも並びましたので、あ、本当だ、あ、そうですね、水やんね、あ、兄弟子、姉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 弟子、
あ、こっちさんとこ。あ、今から行きます。ちょっとまだ来てないって。あ、行きます。行ってきます。知ってます？あの方。どう言って。おはようございます。どうですか？はい。もう疲れてます。昨日の1分動画で見てくれた人が早速買ってくれました。良かったですね。そういうね。心拍コーナー。心拍コーナー。あ、心拍コーナー。はい。あ、確かにいっぱい並びましたね。これ珍しいですね。西洋心拍。おお。外国のやつ。英語。まあ俗に言うコニファン。コニファン。あ、コニファン。庭木であるやつ。そう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 。おお。そっか、確かに太いのなくなりました。太いのそこに何本。あ、こっちの。こっちが、こっち1000円です。安いなぁ。こっちが3000円。この太さの差ですかね。そうですね。いっぱいあります。いっぱいあります。まだまだあります。でも早く来ないとなくなっちゃいます。あ、これ昨日見たやつですかね。違う？あ、でも7000円だ。7000円じゃないですね。ね、安い。5000円。あれ3000円だ、こっちの方が。ね、いいですよね。あ、そういうこと言っちゃうと3000円。これ安いですよね。安いです。だってあれ3000円でね。これニューフェイス。ニューフェイス。これね、ドイツ生まれのモミジ。そうなの。日本の親でドイツで品種改良して。野村の系統ですけどね。これね、ほぼほぼ1年赤い。あ、もうずっとこの色のまま。ね。ほぼ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 ね。あとあの心拍ね。まだ残ってるんですね。まだ残ってます。いいですよね。ひるまさん。はじめまして。あのひるまさんです。あ、あの、ど、ひるまさん。あ、ひるまさん。え、いつも応援してます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。ここ、お休み。あ、そうか、持ってなかった。先ほど。お願いします。あ、5円を購入させていただきました。あ、そうなんですか。え、先ほど。先ほどね。あ、違う。ごめんなさい。赤松。赤松。赤松。はい。九歳鼻赤いですね。早い。葉っぱ短いな。いや、葉っぱ短いんですよ。赤松、黒松。ネタ間違えたかもしれないって言ってた。そうそう。お手頃価格ですね。この声もいいじゃないですかね。2000円でね。模様ができてて。いや、これこう分かりやすくいいですね。ね、分かりやすいですね。分かりやすいですね。見るのがね、結構大変なんですね。そうですね。こんな僕はこの子はこういうイメージ。ああ、これね、うん、前買ったやつですね。これ古い木、古いですよね。古い木で細い赤松がある。はいね、という、ここも、ここはどこ？ここ、あ、崩壊園。崩壊園ですよね。はい。長野でしたっけ？あ、今朝。あ、こんにちは。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。ちょっと早めに回ろうって話だったんですけど、ね、そうですね。もう忙しい。あ、ありがとう。こんにちは。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ人多いな、まだこの時間なのに。あ、本当だ。盆栽温度さん。盆栽温度さん。大盛況ですね。おはようございます。忙しそうで。忙しいですね。ちょっとトイレ行きたいんだけど、ちょっと逃しちゃいました、タイミングを。おすすめはありますか？おすすめは今回草ものが多いですかね。まあ、小さいのは相変わらずあるんですけど、珍しく今のはこれヤンバルガンピっていう沖縄の植物ですよね。だから家の中でも平気ですよ。夏は全然大丈夫。ここでも一回紹介しましたかね。でこの下が全部500円ですね。これが500円で、この白い札が500円ですよね。で、あの黄色い札で1000円とか書いたのはまた別ですけど、はい、今回は三層系がすごい多いんで。三層系花ついてるんでね、分かりやすいと思います。ここがホタル袋。うん、うん、これからですよね、ホタル袋。であと、まあ去年もあったんですけど、アジサイコーナーがあって、で、これが珍しい、タイ釣り草っていうんですけど、タイを釣れたような感じの花なんですよね。あ、そうそう、で、タイ釣り草って言うんです。ハートみたいで可愛い。そうそう、可愛いですよ。花も長いですし、で、大きさも別にこれ以上大きくならないですから。なるほど。うん、あと鉢ですかね。あとは鉢、鉢は向こうですね。わかりました。はい、浅見さんに。ずっと会計してるから話したくなる。そうなんですよ。息子は、息子いた、息子いた。なんか、いっぱい、いろいろ。バッチ、バッチ、配ってるんですか？バッチです。自分も何、あの、ひるまさんの買ったらもらえるんですか？あげるよ。ないっすね。そんな、息子に、息子に今買えなんて出ないでしょ。本当に。はい、使いますよ。どっちか。あ、じゃあこっち。あ、本当。はい。嬉しそう。嬉しそう。息子です。息子です。はい、息子です。今来た。じゃあ。売れてますか？あの、
身内が買ってくれ売ってください、はい、あ僕も後で先発かかってるんで、後で買います、はい、何があるかな。ありがとうございます。図書図書やってんすか。図書です。先生今日は防災相談コーナー、うん、相談コーナー相談所やってるんで、購入した木を先生に相談することができると、はい、いうことなんで、50円の奥に入り口から奥に入ったところで先生が3日間いますから、3日間いる。何か聞きたいことがあればここで聞いてください。あの防災機能で出た心拍、うん、あ、これ持ってきてください。あの、まあ、2つに割ったやつですね、まあ、2つに割ったやつも生きてますというわけでお待ちしております。はい、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。はい、社員の人だったらやっぱ素材的なものを心拍とかが、あ、いいね。いや、銃巻いていいね。ありがとうございます。すいません。カンタさんのファンなんですか。いや、もう大先生ですから。大先生。俺ここに嫌だ。じゃあ、ただいまお時間は12時前ぐらいですね。あ、11時前。11時前で、とにかく人だかりが、はい、多いですね。すごいですね。やばいですね。全然歩けない。多分ここ1時間ぐらいかかるんじゃないですか。ね。多分そのぐらいのありますね。我々も本当は見に行きたいんですけど、見に行きたいですね、なかなか行けません。行けないです。おかげさまで、あの T シャツが結構売れてます。お、はい、エプロンもさっき売れてましたよね。エプロンも売れてますので、ぜひともお買い求めください。ぜひお願いします。高木さんも木売ってるの。売ってないです、僕一本も。買う方に回ります。なるほど。じゃあ後で回りましょう。はい、お願いします。はい、埼玉新聞さんが今、はい、私の撮影をしている。そうです。素晴らしいですね。でもやっぱり地元なので、はい、埼玉県で取り上げていただくのがありがたいですよね。いつもカンタ君のいい記事がね出てますね、はい、もうお世話になってますので でもこういう時は Q さんのそうをしっかり取り上げていただけるとね。ちなみに今書籍の話がメールで来てました。書籍出しませんかって Q さんね。そうそう、すげえ盆栽入門みたいな。でいろんな人出してねやると面白いかもしれない。そうみたいです。小説園さんです。小説園、はい、黒瀬さん、おすすめですか。那須御用で、はいはい、とっても発祥のいい木です。確かに。そして粘りもいいし、はい、立ち上がりと曲がいいから、はい、この値段はお買い得です。お買い得、はい、おすすめ商品、はいはい、うわ、でっかい花。黒松ですけど、これはね、文人につて枝が少なくて、はいはい、そして景色を出してる。なるほど。2、4、5巻つってね、これ1本なんですね。はい、うん、株立ちの文人ってことですか。そうそう、株立ちの文人って珍しいのね。はいはいはい、ですからこれなんかもう7万円だけども、はい、本当は15、6万です。なるほど。だけど教室の生徒さんの品物で、はい、もう年取っちゃったから安く皆さん欲しい人がいたら、はい、譲ってもいいよっていうんで。これ7万円っていう相場です。お買い得です。お買い得です、はい、ぜひ車で来ないとね。ちょっと鉢はね、はい、自分で作った鉢。あ、そうか。自家製の鉢です。本人が作った。いつもの、あ、中島さん、中島さん、中島さんが作った。目切りしてこっち。え、そう、40年。すげえ。40年ぐらい経ってるよね。花もね、最初これだと55年ぐらい、うん、55年、はい、55年ぐらい、うん、ですからお買い得。お買い得、はい、ありがとうございます。これはイワシで、イワシで、おお、立派な。15万なんだけど、はい、こういう締まったね、イワシではまず少ないですから、中品で見て小枝がどん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 これからできるから、はい、そうすると国空店の中品で飾れるようになります。なるほど、はい、これは今後楽しみな木です。将来性ですかね。将来性、うん、これから5年10年後には国空店へ出しても出せる、出せる、はい、それぐらいの実力のある木です。そうですね、はい、この枝が詰まってるのが、はいはい、そうです。あんまり見ないですもんね、はい、先ほどやっぱ古いでしょ。肌も古いで、ね、来てます、はい、イワシでタル、そうと思います。はい、以上でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、場所は東寿園さんの前です。はい、あ、東寿園さんの前。はい。高木さん、はい、どうも。ちょっと歩きましょうか。
この時は待ってました。この時は歩けるやっと。やっと落ち着きましたね。お昼過ぎぐらいから。そうですね。万泉さんは雨、すごいですね、相変わらず。でっかいっすよね、これ。でっかい。いつもここの道来るたびに見てるんですけど、ね、でっかいっすよね。故障？これ。故障ですね。故障ですね。心拍もすごいっすよね。うん。心拍なんだね、これが。だからこういうのが事前にできるってことだから。すごいよね。あれはすごいですね。あれも心拍ですよね。でっかい。こういったものが置かれております。PR ご用縁さんです。栃木のご用縁です。インナミです。お世話になります。どうも久しぶりです。今回のなんか目玉というかおすすめ商品。まあうちはどこ行っても一緒なんですけど、那須御用松の未生ですね。未生。未生種から。みんな未生。未生全部未生。でまあちっちゃいのこの辺でも10年経ってるんです。でこれが25年未生。25年。かといって15年これ経ったらこれになるかつはならないですね。なるほど。これはちっちゃく育てる10年とこれは大きく育てる25年。まあね、生産者なんでね、できるだけお客さんに手に入りやすいような値段でやってます。ありがとうございます。その他にも、まあ、うちから出たね、雪姫っていう八つ草のもみじ、これがね可愛いんですよ、うん、葉っぱ近く切れ深くて秋真っ赤い子をして雪姫、雪姫、どこどこへ行く、スノーの方じゃなくて、豪雨の方ですね。可愛いんだけど、値段はあんまり可愛くないですけど ね、はいはい、これね、これってちっちゃいのもあるんですか。下に苗が、さすき苗があるんで、そこから育ててもらえればね。なるほど。でさすきも結構効くんで、まあなんならどんどん増やしてもらって、そっちにはありますけどね、寄せ植えなんか作ってもらって遊んでもらってもいいような気もします。こんなにいっぱい、これでもね、やっぱり半分ぐらいになったんですよ。あ、本当ですか。すごい人気。ありがとう。追加はあるんですか。追加はないです。あら、あるだけ。早いもの勝ち。早いもの勝ち、はい、で、御用松、那須の苗も持ってきたんですけど、完売しちゃいました、はい、あ、で、盆栽祭でしか売らないです。うちに来ても売りません。盆栽祭り限定。早めに知りたかった。そう。来年は苗を。苗を、まあ、いつも限定大体15から20ぐらい持ってくるんです。早いもん勝ち。直接買いに行きますんで。いや、売らないです。他大丈夫ですか。他、あ、目薬の木は目薬の木。目薬の木っていうのは、江戸時代流行った和漢方、漢方、木肌を乾燥させて砕いて煎じ飲むと目にいいっていうね。直接目に入れるんですか。じゃなくて飲むんです。飲み薬でも、江戸時代にはそれで目にいいって言って目薬の木って名前ついたんですけど、はいはい、ちゃんと調べたら目にはあんまり良くない、あ、いい効果なくて、肝臓とか腎臓にいいらしい。あ、でも体にはいい。そうそう、ただ目薬の木でこんだけ座があって効果がある木は。いや、これすごいですよ、下ない、ない。多分目薬の木じゃこれが一番じゃないかな。ただドマイナーな木なんてそんな高くはないんですけど。なるほど、うん、だから秋の紅葉もすごいんで、へ、展示会飾ったらまず同じ樹種を出してくる人はいないでしょ。なるほど。独壇場だと思う。実がなってますよね。なってます。やっぱカエデの仲間なんで、そういう羽のね、うん、うん、プロペラでっか、このでっかいプロペラの目が、まあ風には乗らねえし、乗らないしょ、ね、ポテッと落ちて終わりだと思う。まあそういったいろいろありますね。はい、遊びに来てもらえれば。わかりました。はい、ご縁さんは万泉園さんの前の通りですね。そうです、そうです、はい、お待ちしております。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ゲットゲットしました。雪姫もみじだそうです。すごい、葉っぱ細かいですね。はい、うん、私のレプリカ。あ、ですよね。なんかおかしいなと思ったんですよ。こんなところに手入れないよ。こちらは休憩スペースですか。そう、盆栽式の家で。盆栽式の家でイベントスペースを。イベントスペース。初日はカンタさんが。そうです。カンタさんが大宮セブンと、はい、コラボ。トークショーやってました。お、これは東寺園のちょっと横の通りかな。ここにも休憩スペースございます。いや、ここはね、町内会の人たちが揚げかまぼこと、はい、あとだし巻きサンドイッチみたいな、みたいなのを出して、食べたい、はい、あ、あれだ、美味しそう。で、その向かい側の森があるんですけど、はい、そこは今回喫煙所とトイレ設置しております。喫煙所なんて前なかった。喫煙所なかったです、ね、はい、年々ね、良くしていこうと、環境をいうことで、いろいろ話が入っております。
素晴らしいです、はい、ありがとうございます、はい、私はやってないけど1時半まだですね、混んでおりますね、この通りは。方面さん、方面さん、何度目かな、何度目かな、相変わらずかっこいいですね、相変わらずダンディーズ渋い、今日も渋いですね、渋いですね、サービスカットですね、サービスカット、お尻が見えてますか。半年はね、普通に何でもあれだからね、500円でいいんじゃん、半年はね、下手したら、ね、1年ついてる葉っぱ多分ね、根はやってないと思うけど、冬越しして、はい、次の年春出てこない、この大きさだからね、わかんないけど、何が売れてますか今回ね、うん、まあ値段も安かったからだけど、このベニシタンがみんな売れちゃって、あ、本当だ、やっぱり胡椒梅と長寿梅がこそこそ出てますね、胡椒梅なんか最近人気ですよね、新箔もやっぱり出てますよ、あ、おかげさまで動画効果が良、はい、かったです、旧様様です、はい、吉草さんの作ったボディに、うん、小石さん、有機小石さんが絵を描いたというレアモンです。吉草さんが亡くなっておりますので、はい、素焼きの鉢がもう二度と手に入らないので、はい、まあ、一回こっきりの出会いでしょうか、これが可愛い、可愛いよね、他にも、あ、もう昨日紹介したやつはないです。昨日の動画で、多分ショート動画で出たやつは。新しく置いたのは、これは新しいかね。可愛いな。これ彦山人さんの豆鉢で、5歳、5歳っていうんでね。これは剛さん、ユーザン。落款がないので、どっちでしょうって感じです。どちらかです。多分剛さん。あ、これはまだまだあれですね、ここのが今出てるやつがなくなってもまた出てくると3日間、あ、まだ出ます、まだ、ね、値段はバラバラですけど、うん、あの高いのが売れるというわけでもないので、うん、隙間が出たら下から出す、下からどんどん出てくるということで、まあ、まだまだいっぱいあるので、ここにこう入ってくる、はい、だから2日目3日目も目当てで来ても大丈夫、うん、何が出るかは分かる、なるほどね、これが、これは彦山人さんのね、ほら、この子が好きなんだよ、彦山人、今ね、でこの箱ね、彦さんがね、自分で作ってるんです。どこ行った、今ここでお昼ご飯食べてたんですけど、俺の鉢を買い戻すんだってダダこねるから嫌だっつって、せっかく買ったのに買い戻しに来たの、もうスカスカになってます。だいぶ売れてます。あ、乾いてない。だいぶ減りました。ただまた追加されると思います。切り切りやる人ですと、そうすると根っこって下にあるんで、下まで行かないんで、ドボンとつけて。そうそうそう。そうすると乾いて。大学も頑張ってます。頑張ってますね。あの距離でカメラ向けられても気づかないぐらい頑張っております。頑張っておりましたね。木野さんが入ってるこのスキー場です。入ってる。女性しか入れないでしょ、これ女性限定って書いてあります。キルマさん入ってなかった。お疲れ様です。どうですか、売れ行きは。おかげさまで売れてます。あ、よかった。他の効果があったかは謎ですけど。いや、見たって方いましたよ。あ、そうですか、はい、よかった。バラがつぼみなんですけど、あ、咲く、そう、咲く、あんたつぼみができてますね。もうちっちゃいのいいですよね、はい、最近こんなので石付き盆栽作ってもらったんです。この手のひらサイズは、そうですね、ちっちゃく作れるから。あとこれもちょっと持ってきます。メレンゲ補充します。まだこれがあるんですか。はい、同じようなサイズ違いがになっちゃいますけど、メレンゲかわいいんですけど、石付きだと石につくのにやっぱ1年ぐらいはかかるんです。作ってすぐ売れるわけじゃないと。そうなんですよ、意外とすぐできそうだけどできなくて。ください。ありがとうございます。当然の教室にいるイケメン担当なんで。あ、時々映ってるから。ぜひ。買わないって言ってたのにまた買った。買っちゃう。あさみの夢を。かわいい。チエさんだから買ったでしょ。実はボーンスキー場に入りたい。ボーンスキー場に、ここにもいた。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしい、まあ、仕事というよりは勉強なので、それ込みのやっぱり日頃の活動という感じになりますかね、はい、あ、じゃあ、師匠が楽屋で阪神の話をしてるのを黙って横で聞いとかなきゃいけないみたいなこともある。それもあります、はい、それ芸人と似てるの例で合ってるんですか。
あの盆栽師になろうと思ったきっかけがあると思うんですけれども、どんなきっかけがあると想像できますか？広田さんロン毛じゃないですか。で、行きつけの美容院が閉まっていたのでどうしても切りたくなって盆栽村で切ってもらおうと思ったのがきっかけだと思います。切るつながりで違います、はい、それでは出演いただきました埼玉観光大使の大宮セブンの GAG さん、タモンズさん、そして盆栽師の広田寛太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。高い拍手をお送りください。ありがとうございました。芸能人どうでした感想は？すいません、あの緊張しました。昨日より緊張しました。昨日より緊張した。わかりました。じゃあ戻りましょう。ここが四季の家の前の、市民展の展示場ですね、はい、展示してありますけど、こちら展示なので販売じゃないんですけどいろいろな作品がありますので、これも盆栽祭りの魅力かなというふうに思います。はい、埼玉市民の木が、そうですね、並んでるんです。いっぱい並んでますので、展示会なので、賞、も決めて、なるほど、皆さんこういうふうな賞を取られてますけど、書いてあるな、この中品盆栽の中で品格のある優れた作品、これ、うん、なるほど。ここに私の木もありました。ありますんで、ゼロさんの木ですね。そうそうそう、はい、なかなかこういうものに触れない方でも楽しんでいただけるような感じなのかなと思いますね、うんうん、盆栽をまずゆっくり見れるっていうのはここの魅力なので。なるほど。盆栽園だとまあどっちかというとごちゃごちゃしちゃって、うん、どうしていいか分かんないっていう方もいらっしゃるんで、こういうところでいいのを見てもらって、こういうのがまあ、いい木なんだなって思い浮かべながら盆栽の位置の方に行ってもらえると買いやすいのかなと思います。分かりました。はい、昨年、3年ぶりですかね、盆栽祭り復活しましたけど、昨年以上の人が、そう、人めちゃくちゃ多いですね。すごいっすね。やっぱりそれだけ楽しみにされてる方がいらっしゃるっていうのはすごく嬉しいことですので、はい、その人に応えれるように我々も頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひ明日、明後日、暑いですけどお越しいただいて楽しんでいただければなというふうに思います。ありがとうございました。はい、今日ずっと忙しそうですけど。そうですね、たくさん、お越しいただきまして、はい、ご購入いただいたんですが、まだあと2日がありますんで、はい、まだ品物たくさんありますから、はい、ぜひお待ちしております。はい、ちょっと失礼があるかもしれませんけどバタバタしてて。バッチョは結構なくなりました。うん、そうですね、チーって言ってない人にもあげてるからなるほど、はい、まだまだだから2日3日もまだありますありますので、まだあります、はい、ぜひお待ちしております。